JR 東日本によりますと13年ぶりとなる山手線の新型車両 E235 系は来月30日から営業運転を始めます大きな特徴の1つとして当初は車内を開放的にするために中吊り広告を廃止して代わりに窓の上にモニターをつけて電子広告を増やすことになっていました しかし、これまで中釣り広告を出していた企業などの要望で、1両につき6カ所で中釣り広告をつけることになりました。また、これまでより優先席の数が増えるほか、車椅子やベビーカー優先のスペースが設けられています。